こんんにちはナミさん今回もご連絡ありがとうございますあのね先日のことなんですけども以前新潟にお伺いしてそのヘギそばっていうのをね食べたところが山鳩屋総本店っていうところだったんですよね、まあ、そこに、まあ、最近ね記念写真を Google マップに埋め込んでないなーっていうのに気づいたんで写真を Google マップにバーンとね埋め込んでであのこことっても美味しかったですって広島から食べに来ましたっていうふうにコメントしたらですね 山本屋総本店さんから、まあ、返信コメントをいただいたんですよ。いや、本当にありがたいことだなぁと思いましてね。嬉しくなっちゃったんで、今回、ナミさんにご報告させていただきました。で、私が書いたコメントにですね、まあ、どんな返事が寄せられたかってことなんですけども、えっ、ー、とね、今見て見ると、あれ書いてないね。どっか行っちゃいました。すいません。また、 連絡させてもらいます。それじゃあ、失礼します。お疲れ様です。